部門賞発表の会場として使われた日本青年館第25回日本レコード大賞は1983年12月31日に帝国劇場で行われた25回目の日本レコード大賞である。部門賞の発表は11月23日に第25回速報。日本レコード大賞のタイトルで日本青年館ホールで発表された。 第25回の大賞は、細川隆の、矢切の私に決定した。細川は2年連続2度目の受賞。2連覇は、史上初、2度目は、第8回の橋幸夫以来17年ぶりで、発売したシングル版が2作連続して、日本レコード大賞を、受賞というのは、現在においても、細川のみの記録である。TBS の、 ザベスト10年間ベスト101位の楽曲が受賞したのは第23回から3年連続。過去にレコード大賞と最優秀歌唱賞,賞の両方を受賞した歌手、五木博ひ沢田健二、宮古春美、森新一、八代秋に特別金賞を授与した。名物司会者だった高橋慶造がこの年を最後に降板以降は審査員になった。 1981年から始まったゴールデンアイドルショーがこの年をもって廃止された。放送された曜日は土曜日であるため、19時の漫画日本昔話、19時30分のクイズダービー、20時の8時だよ。全員集合の3本が休止された。これらのうちクイズダービーは翌1984年1月1日に差し替え版、お正月だよ。 クイズダービー、日本昔話は、翌1月2日に差し替え版、漫画日本昔話、お正月大会をそれぞれ放送したが、全員集合は1977年1978年のような差し替え版は放送しなかった。本年度より、福島県でのテレビ中継のネット局が、福島テレビから、この年の12月4日に、 TBS 系列局として開局したばかりのテレビー福島にチェンジしている。視聴率は 1.4p 上昇の32.7%。ありがとうございます。